皆さんこんにちはほぼ5分でわかる人生相談 Q&A 幸せな人生の極意の第182回です今回も皆さんの質問にお答えいたします今回は家庭連合旧統一教会への解散命令請求に対して宗教界からの反対の声はありますかという質問に対してお答えいたします 宗教の視点から社会を考えるノンフィクションマガジンを標榜する雑誌宗教問題の2023年登記号で宗教法人が滅びる時という特集が掲載されました大学教授や政治家、ジャーナリスト、宗教家などの意見が掲載されていますその中で キリスト教会の牧師の見解を紹介します。兵庫県にある日本キリスト教団所属豊岡教会の牧師のコメントが次のように紹介されています。今回の解散命令請求を見て、牧師の小林悟は、信徒と話し合いの上、思想信条の自由への抑圧の第一歩となりかねないと、 記した抗議文を政府に送った。旧統一協会への解散命令請求が浮上した9月、小林は宗教の世界からきちんと声を上げないと危ないと信徒にまた問いかけた。危機感を強めたのは、オウムへの解散命令の時と比べ、全く国民的な議論になっていないという点だ。 宗教の教えに合理的立証を求められても立証できないんです。特にキリスト教の聖書は実体のある物体を神とはしない思想、ないものを信じるのが宗教なのに、証明とか科学を持ち込み始めることは実に不愉快ですと主張されています。クラウドチャーチという オンラインで礼拝を行う新しいスタイルの教会を始めた若き宗教家小林拓馬氏は次のように語ります。政治の力で法解釈を変えて推し進むのは異常です。旧統一教会の問題は以前から知られていたのになぜ今ここまで騒ぎ立てるのか。法解釈の変化とは 解散命令請求の自由として首相の岸田文雄が昨年10月の国会で民法上の不法行為は入らないと答弁したのに翌日の答弁で民法の不法行為も入り得ると表現した事態だと表現していますまた日本キリスト教団事務局の星山京子氏は教団の 公的な見解として言うのは難しいのですが、私は解散命令請求に反対です。思想信条の自由という憲法の根幹に関わることなのに、誰かが強引に主導しなくても、ぼんやりと決定ができてしまい、大衆も乗せられているところが恐ろしいと述べています。信教の自由は、 人々にとって重要な基本的人権であり、民主主義社会の根幹を成す最も大切な自由です。信教の自由とは特定の宗教を持つ自由。宗教を布教したり、宗教教育を行ったり、宗教上の儀式、祭典の開催、参加の自由が含まれます。また、宗教団体を設立し活動することや、 設立した宗教団体への加入の自由が保障されます。これらの信教の自由を事実に基づいた公平で正確な検証がなされないまま解散命令請求が出されたことは政府の権力で一宗教法人を抑えつけ信教の自由を侵害するものであり全体主義的な 恐ろしい姿です家庭連合の次には別の宗教団体が標的にされるかもしれませんこのことに対して宗教の宗派・教派が違ったとしても多くの宗教家が信教の自由思想信条の自由に対して声を上げて訴えることが必要であると感じます皆さんからの質問お待ちしています 人生相談 Q&A でほぼ5分でお答えいたしますまたお会いしましょう